川越氏は日本の氏族の一つ。川越、川越とも表記されることがあった。平安時代末期から南北朝時代にかけて武蔵国で勢力を張った豪族の氏族である。坂東発平し秩父市の着流であり、川越館を拠点として国市の代理職である武蔵国留守所総建業職を継承し、武蔵国の在庁筆頭閣として武蔵七等などの 中小武士団や国人を取りまとめていた。53年の役で先陣を務めた功績により、発展した秩父市の着流である川越氏は、秩父市月内以降、代々、武蔵国留守所創建業職を務める有力な財長官人であり、武蔵国の武士団の顔役だった。川越市の祖である秩父市月は、秩父市家督である創建業職を継承するが、兄、 重広の子でおいである、畠山重義と家督をめぐって対立し、近隣の日田市、富士足利市と交想を繰り返していたことから、東国に下校した川内源氏の源義方に、娘を嫁がせて、大倉の館に、養ないぎみとして迎え、周囲の勢力と対抗する。92年8月16日、大倉合戦で、源義とも、義平親子と結んだ。 畠山重吉らによって、重高、吉方が撃たれると、秩父平氏の本拠であった大倉は家督を争う、畠山氏に奪われることとなり、重高の着難、農高氏と孫の重よりは、新天地の綴抜きや川越に移り、川越館を拠点として、川越氏を名乗るようになる。本拠大倉は奪われたものの、創建業職は重よりに継承された。方言元年七月の方言の乱では、 重頼と弟の諸岡重恒が、源義朝の陣営に加わり、川越、諸岡は、方言物語で、後家と称されている。平時元年12月の平時の乱で、義朝が滅びた後は平家に従った。英略元年頃に、平家を介して、所領を、後白河上皇に寄進し、新日吉社領として、川越総が立創され、本家を新日吉社、本城、 ご白河院として、川越市はその召喚となる。平時の乱後に義朝の小源頼朝が東国へ流罪となり、その上は比企が頼朝を援助するために武蔵国へ下校し、重よりは比企の次女を妻に迎えたことから頼朝の援助を行い、平家に従いながら、源氏ともつながりを有していた。頼朝が半平家の兵を挙げた、自称4年の自称。 呪影の乱では当初平家方として戦うが、後に同族の畠山氏、江戸氏と共に、頼朝に侵入した。頼朝政権下での重頼は、妻が頼朝の着子、頼家誕生の際に、乳母として滅され、娘が頼朝の弟、源、義経の正室となるなど、引きとのつながりによって徴用された。着男重ふは、義常の側近として、平家物語にも、 その活躍が描かれている。しかし、頼朝と義経が対立すると、義経の宴席であることを理由に、茂より、茂ふさ氏は中殺され、武蔵国留守所創建業職の地位も、茂吉の子、畠山茂忠に奪われた。その後川越氏はしばらく逼迫するが、元旧2年6月の畠山茂忠の乱において、茂よりの持十字、十印兄弟が、 工場義時率いる重忠討伐軍に加わって、以降、御家人としての活動が見られる。家督を継いだ十字は、将軍随病として、幕府行事に参列し、弟十印は、上級三年の上級の乱で、幕府軍として、戦い武功を立てた。畠山重忠が滅んでから20年後の火禄2年4月、幕府により委員が、留守所総研業職に任じられ、 創建業職は40年ぶりに川越市に戻った。しかし住院が武蔵国の国画に関与した形跡はなく、武蔵守を兼ねる執権、法上支配の下創建業職は境外化され、実権を伴っていなかったことが伺える。あずま上級3年5月21日上に上級の乱での武蔵国武士団動員に際し、武蔵国州は幕府に対して、 変身する可能性があることが示唆されており、幕府はかつて軍事指揮権が付随していた、創建業職を伝統的在庁有力者である、川越氏に再任することで強調し、武蔵武士団の再編成と支配に臨もうとしたと考えられる。同時に、本来秩父氏及び、川越氏の家督であった、創建業職を、当主の十事ではなく弟の十員に与えることで、 勢力の分断を図っている。創建業職は住院の小石に継承されるが、その後官職の存在は明らかではなくなる。十字の系統は、川越試着流として、北条氏得総家から返記を受け、この体重、孫の教授は常に、将軍随病として、鎌倉で活動しており、川越館からは、鎌倉と同じ文化水準の生活を伺わせる、出土品が見られるなど、 御家人層の没落が顕著となる、鎌倉後期にも富裕な有力御家人としての地位を維持した。現行の頃には宗重が自党として文護国へ下校している。鎌倉時代末期の現行元年、現行の乱では宗重の弟の定住が幕府軍の代表として在京すべき、御家人20人に選ばれ、六原短大滅亡時に幕府軍として自害している。その後。 高重は、東幕側に転じ、武蔵七党と共に、日田義貞の挙兵に加わり、東幕に貢献した。昭平七年、文長年、関能の上乱直後の武蔵野合戦では、高重の子、直重らは、足利高氏方に参戦し、日田義宗を越後に敗走させた。その後、関東関連、畠山国清の下で先行を挙げ、相模国守護職となる。しかし、 関東の足利体制を固める鎌倉久保を、足利元氏の下で、公安2年に、畠山国清が失脚。川越市の相模国主語職も解任されてしまう。常時6年4月、足利元氏は遺言で、弱子、本能丸の将来を、川越市武将有らに託して没するが、翌常時7年2月、川越市が中核となって、高坂氏と共に、 武蔵平一騎を指揮し、関東管領上杉範明に反乱を起こした。川越間に立てこもり、数ヶ月にわたって抵抗を続けるが、川越合戦で、上杉と久軍との激戦の後敗北し、南朝方の北畠氏を頼って、伊勢国へと敗走した。これ以降、平安時代以来、武蔵国最大の勢力を誇った、名族、川越氏は没落した。 川越氏は平安時代末期以降、地形国主や幕府などに伝統ある国が在庁出身の有力武士と認識され続け、そのために源氏、北条氏、足利氏の権力者に奔堂される結果となった。欧英20年の熊野那智大社の記録に、武蔵川越はじめ門という記録が見られるなど、俗滅は逃れていることが確認される。川越氏元町の幼児院。 川越常茂が回帰となった、相当州の寺洋樹院境内。この奥に、川越重よりの墓がある、洋樹院の門平ら文。平忠らただより。平らすすむひさし。ひ秩父重綱。秩父重鷹。つづらぬきのう、鷹志助川越重より小林重広諸岡重爪。 川越主芸夫妻自住院主芸営が多忙の体重重視高野市へ。教授。宗重長重。定重、春重中へ。重宝。高重。直重。ありがとうございます。